5話目力道山対木村正彦、ウルティモドラゴンさんのコメントを振り返りたいと思います。今回、5アメになります。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。5アメに突入しました。4アメのお話をちょっと振り返って、はい、よろしいですか。ウルティモさんが、はい、ただ僕が言えるのは、うん、この試合があったから日本のプロレスは発展したんでしょうね。うん。うん 僕らが今こういう仕事ができているのもこういう結末があったからなんですよ。うんうん、これがもし引き分けに終わっていたとしたらああなんだと思われて日本のプロレスって発展しなかったような気もしますよという、うん、えこの雑誌でもキャッチに使われるような重要な発言があったんですけれども。うんうんはい これ、田村さんは、うんえー、もし力道山対木村正彦戦が引き分けだったとしても、日本のプロレスは発展していたという説を唱えていました。どういう発展の仕方を想像しますか、そこが興味深いですね。発展、あうん、もう単純にあの <laughs> 力道山さんの、<laughs> えー、その街頭テレビでプロレスを中継している。はい その広告、うんこの、ただ単純にそれだけです、知名度が上が上ってるあ。メディアがもう一つしかない,はい、はい、あ新聞はありましたけれども、はい、ではテレビの波及効果によって、プロレスは認知されていったんじゃないかな、うんはい、ということでですす。かね。そうですだから当時その、この視聴率はわからないですけど、ドザンさんがプロレスやってた頃の視聴率ってわからないですけど、50%とか。はい まあ力道山対デストロイヤー戦が64%ト六十四パーセントですね。はい、だから半分以上の方がいてらっしゃるので、はい、そこは一つのもうプロレスっていう枠では、もう絶対的な勝,勝ちですよ、数、うん。はいはい。もう数に勝るもんないと思うので、はい、発展をしてたと思います、はい。どういう発展の仕方をしてどういう発展、はい、<laughs> どういう発展 <laughs> どういう発展 <laughs> 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 どういう発展になると、例えば、うん、プロレスというスポーツがですね、うん、スポーツとしてその後も扱われていたか、うん、三大新聞が。ああじゃあ、はい、逆にも模範解答ください。模範解答を模範解答じゃない先に回答いただきます、はい、答えを。でそそのその趣旨に沿って僕、はい いずれにしても、これ、ウルティモさんも言ってますけど、当時からも賛否両論あったんですよ、プロレスというのはね、これはスポーツなのか、スポーツじゃないのか、真剣勝負なのか、八百長なのか、ということも含めて、純粋なスポーツとしての発展の仕方はなかったかもしれないですよね、三大師が扱わなくなって、これ、プロレスというのは乱暴で、流血もあって。 えー、今で言うコンプライアンスに引っかかるみたいなね、ことがあって、うん、ただテレビ中継はもちろん継続して、馬場猪木の時代もずっと続いていましたけれども、純粋なスポーツとしての扱いのされ方は、うんうん、もしこの力道山対木村正彦さんが引き分けに終わったとしても、あー 純粋なスポーツとしての扱いを僕はどんどん減っていったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその日本プロレス時代に、うんえー、日本テレビで放送されていて、高視聴率も上げていましたし、はい、その後テレビ朝日が名乗りを上げて、うんえー、新日本プロレスを放送していく。うん、日本プロレス末期の頃も放送してたのかな。うん、で,ですけど、 最終的にはプロレスってテレビ中継なくなっていきましたよね。はい。うん、まあ、2024年、はい、2000年代以降ですよね。はい、ですけど、この日本のプロレスというの独特の発展の仕方というのは、うん、世界標準の発展の仕方とはまたちょっと違っていて、うんえー、それこそ道場を軸にした戦いのあるプロレス。うん、で、えー、ウキトモさんがやってるようなルチャリブレというのも後々、こう、 出てきたわけですけれども。うん、調子、調子悪いですか話の腰を折りますね。<laughs> ごめんなさい。はい <laughs> はい。はい、いやいや、何言おうとしてたんだろう。<laughs> <laughs> だから発展するかしないかで言うと、うん、どっちみち僕は発展してったと思いまうんです。その日本三大新聞が、プロレスはどう、どうだ、こうだっていうより、うん、あのー、 スポーツ誌には載ってたと思います、うん、それはやっぱり力道山っていうスターがいるので、はい、載せざるを得ない。うん、でもその後、やっぱりそういう三大新聞では排除されていく流れにはなっていくと思いますけど、うん、それは遅かれ早かれの問題で、はいうん、力道山っていうプロレスはその三大新聞ではどっちにしろ扱ってたと思います。そ、はいはいまあ、それはううでしょうね あの私が言いたいのはですね、お聞きしたいのはですね、もしこの試合、力道団対木村正彦戦が引き分けに終わっていて、アメリカのようなスタイルのプロレス、一本になっていたらという想像をしてみたんですよ。極端に言うと、もし全日本プロレスしかなかったら、 熱狂的なプロレスファンというのは、うん、ちょっと独特な日本のプロレスファンというのは生まれてなかったと、ねうん。調子悪いですか <laughs> 伝わりづらいですかね。<laughs> もし想像してみてくださいよ。はい、もし、全日本プロレス系のプロレスしかなかった。力道山か、偉木さん。はい 猪木さんから、はい、え新日本の道場に移っていったような、うん、道場論を持ったプロレスが生まれていないかったらプロレスかというのは<ー>日本の中でどういう位置づけだったのかということを田村さんに想像していただきたい。うん、いや、あの試合に限らず、うん、あ,あの試合ってこの力道山、木村戦に限らず、うん、猪木 猪木さん、馬場さんはやっぱり力道山の背中を見てますから、あのー、この試合だけスポット当たってますけど、うん、やっぱり力道山さんの人柄とか手が速いとかそういうのは猪木さんもやっぱりそういうので肌で感じらていい、はい、らっしゃるので、はい、そこは力道山木村戦っていう <coughs> 一つの点ではなくて、うん えー、猪木さんが力道山に感じるものっていうのは、引きずかれてたと思うので、極端に <coughs> 力道山さんは、馬場さんと猪木さんの待遇って違ったと、僕は情報を聞いてるんですけど、うんはい、それがあったからこそ、やっぱり全日本、新日本っていう二つに分かれたんだと思います。 なんか違います僕の回答。ちょっと苦笑いされてます。今、馬場さん、猪木さんって言って、拳を例に例えてました。え全日本、新日本になってたんで、ちょっと笑ってしまいました。赤上げて白上げてんで。赤上げられて馬場さん、だから全日本は右手の拳じゃないかな、余計なことを考えてます。どういうことですかいや、もう結構です。だかちょっと。まあ、二木道さんがいれば、 日本独特のプロレスの発展の仕方はしてたということですよね。はい、そ,うそうです、そうです。じゃあ、仮に力道山がいなかったらう、うん。どうなんだいや、いなかったら発展はしないでしょう。うん。ないと思います。いない。はい。力道山という大スターがいて、うん、その力道山の遺伝子が、ええー、うん、面々と逆々と続いていって、まあ、今はちょっとなくなってるかもしれませんけれども、はい、力道山がいれば、こういう発展の仕方があった。でも力道山がいなかったら、 発展はしなかった。発展しなかった。うん、あの、我々の世代で言うと、やっぱりスーパースター、アントニオーイギなんです。はい。でも、猪木さんいなかったら、うん、プロレス発展しないと思う。うんそ。そんな考えですね。ははははプロレスっていう、猪木さんが発信するプロレスは生まれなかった。うん。でも、その元歴史を遡ると、力道山さんっていうプロレスラーがいて、押 <laughs> していいですよ。 タイマーを押し忘れたみたいな顔してますけど、力道山さんでスーパースターがいらっしゃったので、はい、で、その、えー、全国的な知名、プロレスという知名度も知れ渡り、その中で猪木馬場っていう2大スーパースターも生まれて、だからやっぱりテレビ、街頭テレビでプロレスを熱狂したっていうところが一番大きかったと思うので、うんうん、どっちにしてもプロレスは発展したと思います。うんうんうん、なるほど。 はい、違います、はい、いや、あの、分かりました。ちょっと田村さんの考えを聞いてみたかったというあ、そうですか。はい。ちょっと長くなりましたね。もう10分喋ってます。えっと、じゃあ続きいい、はい、いきますか。はい、この試合で勝って、力道山が日本のプロレスのトップと認められて、そこからいろんな外国人レスラーが来て繁栄していった。僕としたら仕掛けた、仕掛けないとかじゃなくて。 この試合で真の日本のプロレスの象徴、うん、あえてチャンピオンとは言わないですよ、うん、象徴が決まってプロレスが全盛期を迎えていくことになるそういう意味ですごく大切な試合なんじゃないですか、うんうん、僕のような同じ業界で後輩として飯を食わせてもらっているという身分からしたら、うん、やっぱり歴史的な試合です、うん、あこれここを読んでからてらった方が良かったですね <laughs> <laughs> そうですかあ。ということは、うん、今ここ読んで、うん、ちょっと考え方が変わったりしましたうううん違う違う考え方は変わらないですけど、はい、でもここを冒頭読んでから、さっきの私たちの討論すればよかったなっていう、その順番で打順的なことを言ってます。あ、はい、はい。いや、攻めてるわけじゃないですよ。攻めてましたよね。<laughs> <laughs> う <laughs>、はい、んとそうですねじゃあだからそれぐらい大事な試合だったわけですよね、うん、実力日本一決定戦と銘打たれていたことも含めて、ね、ははははですからこの試合がもし引き分けに終わっていたら、うん、違う発展の仕方をしたかもしれないああそういうことかこれ力道山さ,さんと木村正彦戦が力道山勝ちます、うん、でその後に、うん デストロイヤー、力道山戦。そう,そうです、そうです。あ、それだったら分かりました。で、ここで木村さんが勝ったりしたら、勝ったりしたらって、木村さんが出てくると、木村デストロイヤーではちょっとどういう展開な、うんはい、もう一つのストーリーが生まれてたってことですよね。はい、あ、納得しまし,しました。これ、力道山勝ったから歴史が変わったっていう意味だったら理解します。 なるほどね、この試合が。だからこそ、発展していったんだはい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 。それだったら分かりました。だから浅井さんは、僕としたら仕掛けた仕掛けないとかじゃなくて、この試合で真の日本のプロレスの象徴、あえてチャンピオンとは言わないですよ、象徴が決まって、プロレスが全盛期を迎えていくことになりなるほどね、力道山という象徴が決まったから、なるほど。素晴らしいな、これ、浅井さん。ね、おもしろい見立てですよね。すごいな で、ちょっと説明しづらいんですけど、うん、あの、ま、あ力道山がいればね、うん、今のようになっていたと思うんです。この試合がもし引き分けになっていたとしても、確かに田村さんがおっしゃったように、うん、そういうこともあり得ると思うんですけど、うん、ここで力道山が不穏試合で何であれ、うん、勝ったことによって、日本のプロレスが発展していった、うんうん。で、ここは田村さんも納得していただけると思うんですけど、うん、もしこれが逆にね、 本当に木村デストロイヤーとか、木村さんがエースになっていた場合はどうなっていたか。なるほど。さきどうぞ。あの、準プロ、準プロ、準プロです。あ調子悪いです。すみません、本当に申し訳ないです。なかなかね、ちょっと言葉が出てこないんです。準プロ。 いわゆるアメリカンスタイルのプロレスしかな,、はい、なかったと、日本に。その場合どうなってたんだろうなって。僕ね、多分、うん、自分に当てはめて考えると、小学生の頃は全日本系の方が好きだったうんで、う、す、ん。いろんな外国人が来て、うんうん、キャラクターもはっきりしてるし。うんうん、猪木さんたちはちょっと真面目に見えたっていうか。 昭和年代ででも中学とか高校になって、うん、まあ猪木プロレスが全盛期を迎えていって、うん、UWF とかが出てきて、うん、でやっぱそっちの方にを注視するようになっていくわけです全日本プロレス系の、まあ、名前出しちゃって申し訳ないんですけど、うん、そういうプロレスいわゆる準プロレスしかなかったら、うん、僕はプロレス見てなかったと思うなるほどね、はい そっかそっかいわゆるイノキプロレスそれに付随するものがあったからこそババプロレスも見れたし他のプロレスも見れたんですなるほどねはははそこは日本のプロレス独特のものだと思いますよくあの日本の漢字って右脳と左脳両方使う言語だと世界でも特殊な言語らしいんですねですから日本のプロレスもまさにそうで うん、その日本独特の見方ができるわけですが、もう、右脳も左脳も両方使って、見てるような部分があったんですね。うんうん、ああ、そこ、いや、そこはね、うん、深いですね。なるほどと思いました。ありがとうございます。はいはい。<の>だかまあ、はい。ちょっとあえて言いますけど、そういう、紙のプロレスっていうネジが1本も2本も外れた <laughs> 雑誌も生まれなかった。<laughs> はいあのさかのぼると「週刊ファイト」の井上愛編集長井上編集長の活字プロレスでそれを引き継い週刊誌で引き継いでいったターザン山本これも生まれなかったとはあああ日本語とプロレスってすごく密着していてその漢字文化日本でも世界を見渡しても固有の言語文化があるんですよ プロレスとといううののは,はまってくると思うんですよねあのねあわ、はい、かりましたあの。おっしゃってることが、ちょっとようやく理解できました。僕の発言と今までの <laughs> 4話目、5話目かわかんないですけど、はい、質問したじゃないですか。はい、それは、僕はプレイヤーだからです、うん、プレイヤーの発想と、はいはいはい、そちら側の発想がまたちょっと違うんで。 そこのボタン、ボタンの掛け違いじゃないですけど、発想の考えの相違はありましたかいやいや、あのうん、プレイヤーとしての意見の方が貴重だと思うので、うん、ですから田村さんも、うん、でもおそらく全日本系のプロレスだけしかなかったら、そ、うん、の当時のですよ、うん、1970年代、80年代前半、うん、それしかなかったらプレイヤーを目指さなかったかもしれない。うーん、うん、いや、確かに、そうですね、やっぱ、猪木、 アブドラザ・ブッチャーとやってるところは想像しにくかったですよね。ブッチャー、ブッチャーは想像はしないです、ね、<laughs> <laughs> 当時のわかりやすく言うと、まあ、全日本プロレスで強豪外国人がたくさん来て、ミル・マスカラスが来たり、うんえー、デストロイヤーもいたし、ちょっとパッと名前出てこないんですけど、いわゆるプロレスプロレスしたプロレスしかなかった場合は。はい。はいうん、ないですか ああだから、そう思え、そう思うと、やっぱり、こう、気持ちが動かされた。うん、ちょっと、全日本プロレスの方、ファンの方もいらっしゃると思うんですけど。うん、いや、<持>もちろん面白いんですよ、そこは。そうそうです、うん。面白さがちょっと種類が違うんですけど。やっぱり僕はプレイヤーとして、やっぱプロレスになりたいなっていう気持ちは、やっぱり、うん、あのー、猪木さんの戦い方だったり、うん、あの、そう、なんだろうな、こう、気持ち、感情移入できる、うん。 あと藤浪長州さんだったりそういう試合を見てーっすげえなこうんかやっぱりグッと入ってくるものあったからすごくシンプルに言うと強くなりたかったわけじゃないですかいや当時はないですないんですか感情は揺さぶられるああそっちの方が優先だからもちろん僕全日本プロレスさんにも履歴書を送ったりはしたんですけど 最初のやっぱり感情、プロレスラーになりたいっていう感情を揺さぶられたのは、新日本プロレスなのは間違いないですね。はいはいはい。なるほどね。あそこは深いですね。ここがやっぱり日本の独特のプロレス文化だと思いますね。うんうん、だからもしかしたら、今こう、聞いていただいている視聴者の方って、僕のこのチャンネルで4、5、3、3 4、5、 50代の方がすごく多いんですね。はい、で、僕は53だったかな。53ですけど。自分の年齢ですよ。52か3か4か。はいや、もサバ読みましたさて、どれどうしで,でしょう的な感じじゃなくて、50代の方って、やっぱり、新日本ブレス、全日本ブレスさんに憧れたと思うんですね。うんうん、でも、おそらくですけど、し 猪木さん、藤波長州さんの試合を見て、うん、あプロレスラーになろうって、僕と同じ気持ちになった方も、中にはいらっしゃるかもしれませんね。そうですね。だから、でも、なんか、そちら、あの友人さんの意見を聞いて、なんかやっぱり、ちょっと深いですね、深く思いました。あ、そうですか、ねああの 僕の考えと、そちらさんの考えですけど。そちらとかあちらとか。難しいんです。なんて呼んだらいいですかじゃあ。はい。古からの友人さん。いや、友人でいいんじゃないですか。友人。はい。もう短縮して。友人って呼んないんだな。だから、あの、根本は同じなんですけど、見方が、プレイヤーかプレイヤーじゃないかって、また二つに分かる。それはそうだと思います。はい。でも、すごく、 言ってるることは僕すごく理解しまなほどなとどうして日本独特のプロレスが発展したの発展というかこれだけ話題になったのかというのはやはり日本の漢字文化とかそういったものにも深く根ざしているというかそういうところがあるんじゃないかなと思います記事が書きやすいんですよね。 どん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 。やっぱり考えるというか。考えさせられる。だから、プロレスという文字が一文字の漢字だとしたら、音読みではスポーツ、訓読みでは八百長、いろんな読み方ができるわけですよ。なるほどね。ここでやっぱり頭使いますよね。そこが面白いんですよね。プロレスはプロレスというプロレスしかなかったら、多分こういう頭の使い方はしてないなるほど。 プロレスというものが一つの読み方しかできないのであれば、うんうん、もうそれは答えは出てますから。ずっと答えのないプロレスがあったわけですね。うんうん、そういう時代があったんです。ウルティモウルティモドラゴンさん、1、2、3、4話目行きましたけど、はい、4話目まではあのまだ断禁運転ですけど。5話目で開花しましたね。よく気がつきますね。<laughs> はい、実はですね。はい ネタバラししますけど、二日酔いなんですよ。どういうことはもう珍しく二日酔いになりまして。はい。あ、そうなんですかはい。もう全然脳みそかみかみで。あ、それは逆に申し訳ないです。4話目までこう、全く頭が回らなかった。あ、そうなんですかはい。昨日 YouTube 見ながら、ずっと一人でお酒飲んじゃいまして。うんうんうん。それが残ってたということですかはい。 やっぱり一人だと YouTube 見ま、見ますね。地上波とか見ないですよね。テレビを見ないで YouTube を見ると。はいはい。一人だとですね。ははは。家族といるときはもう、あなるほど。適当に地上波流しとけみたいな感じであるんですけど。一、はいうん、人だとやっぱ地上波とか見なくなる、ね、ちなみに、どんな YouTube 見たいろんなやつ見ました。もうなんか、 いろんなやつはい。あの、力道山と駅村正彦さも実はもう一回見直してあ、そうなんですか。ああ、なるほど。それあの、業界っていうか、プロレス関連のからまたこう、枝葉が分かれていって、全然違うジャンルのものを見たりするんですけど。じゃああれでしょ。長州さんの、はじめさ、あの、コラモンドも持っまた見ちゃったんですよ。たんですよね。面白かったな、あれ。なんか、通りでそのワードが出てくるてこなんですけど。面白いですけど。なるほど。 あと、ジャンボ鶴田対長州力もね、ちょっともう一回見直してみようええー。ね、あ、ほんとですか。見てみたいりします、ねはははは。じゃあ、ちょっとエンジンが変わってきたところで、まあ、そこはいいんですけど、はいはい、あの、ちょっと、ウリズムドラゴンさん、締め、はい、締めるっていうか、これ一回5話目締めましょうか。はい、そうですね。で、6話目いけます,すはい、いけますよ。大丈夫です。じゃあ、5話目で6話が。もうあと5話ぐらいいけますね。いや、大丈夫です。ようやくお酒飲みましたね。6話で終わりましょう。はい じゃ一回聞きます。ありがとうございます。ありがとうございました。